東急5000系電車上田交通区派290系、電車級上田原車庫の区派291号車。1986年9月30日撮影。上田交通区派290系電車は、上田交通別所線で使用されていた、通勤系電車の制御車で、291.292の2両が在籍していた。 車両の置き換えを行うため1983年に東急5000系の中間車、左派5358.5371を改造して制御者化した車両で上田交通発の戦後生前勤車。広報簡略化のため中間車の構造をそのまま利用して戦闘車化改造したことから前面は切り妻のままで平面がいるとファンから言われていた。 運転席は中央に設置され、乗務員扉の代わりに小窓が取り付けられていた。在来車と連結するため廃車発生品の HL 制御器、ス制動機を取り付けた。前面の窓は東急5000系先頭車の運転室仕切り窓を流用したと言われている。主にモハ5250型と連結して使用されたが、導入から3年後の1986年10月1日に、 別所線の河川電圧1500ボルト昇圧が行われ、他の休憩車と共に廃車解体された。置き換え用の車両である5000系は本形式と同じ東急5000系の譲り受け車であった。現在は扉2枚が下野号駅の車庫に放置されている。2006年のイベントで1枚1万円で販売されたが、買い手はつかなかった。 同じ左派5350系の制御車加改造車は、学南鉄道への上都車にもあるが、これは、本来の先頭車と同様の前面を新設している。ハット後にで派5000型を両運転台加改造した、松本電機鉄道も、派50007.5009や熊本電機鉄道も、派5100系の増設側運転台も同様である。ありがとうございます。